チャプター7マリア救出作戦。完成した。これが竜の玉座。おも完成してるわ。何も起こらないな。なんだ、これは文字だ。竜の玉座は天を支配するものだに、目覚めさせるは月の姫君、王家の証のみが天に導く。何の暗号なんだこれは。くそ、もう少し考える時間があれば。ナポレオンは確かにグラーフと言った。まさか宮殿内で見かけた父さんがグラーフ。いや、今は悩んでいる場合じゃない。とにかくマリアを取り戻す手を考えないと。全てはそれからだ。タイムリミットは明日の正午。どう考えてもナポレオンを出し抜くためにはあと一人。そうだフォンデュー、あいつの匂いを覚えているかい？どいつだ。覚えてないか。どうしてもあいつの力が必要なんだ。そう、探偵クロードの力が。クロード君に頼るのか。そういえばあいつはボードワン警視の警察の関係者なら、あいつの居場所を知っているかもしれない。よし、朝になったらパリ市警に行ってみよう。そうしよう。ついにクロード君と共闘すか。ほら、本で起きて、朝だよ。時間は正午までの数時間しかないんだ。パリ市警に急ごう。よし、パリ市警に急ごう。おじさん、ダルフのやつ。まずい、今日は約束してたんだった。なるほど。まあとりあえず向かうか。これなんかリズムゲームとかあったかな。ハイトアールを追ってる。ちょっと戻ってみる。まあ関係ないな、先に進もう。まあいいや。パリ市警へようこそ。笑ってるっていうか捕まえろよ。目の前思いっきり怪盗あるじゃん。ボードワン警視は今どこにいるんですか。お教えするわけにはいきません。なんで。ご友人がお店をオープンさせるとのことで。なるほど。ということは非番ということかな。シャンゼリゼ通り。なるほどね。よし、シャンゼリゼ通り行くか。もういいや、どんどん行っちゃおうぜ。でも一応見とこう。こっち？あった。なんだっけ、何の音だ。電車。ないか。まあいいや。なんだっけ。お、エンドレスのリズムゲーム。いや、買わない買わない。
あー、取り忘れてたんだこれ。あとはムービーか。買うと まあこれ買っとくか。メダルめっちゃいっぱいあるし。よし、オッケー。じゃあ先に進もう。今日の占いによると、キーアイテムはアートのオブジェらしいの。ちょうど新しいお店がシャンゼリゼ通りにオープンしたらしいか、今から行くつもりなんだ。ちょうどいいね。なるほど。お、新しい道が。よし、行ってみよう。探索探索。あれ、入っちゃった。ちょっと出ていい？なんか見たことあるおじいちゃんいたな。茶色。ギャオン。恐竜ノート。お、ラッキー。もうないかな。よし。ボンジュール。アートショップにようこそ。このお店はパリの新しい芸術を一般の人にも楽しんでほしいと思って作ったお店なんだ。で、今日は何の用だい？絵を描いてほしいのかな？ボードアン探しに来たって。残念だね。なんだって？その子もお祝いに来てくれて、さっきお店を後にしたばかり。ということは近くにいるな。クロードだ。バンドーム広場。ピンクの服を着てずいぶんおしゃれしていたよ。まさかあれ女の子か。やっぱクロードってそんな気がしたんだ。第二のヒロイン現る。バンドーム広場はこっちか。これ前も聞いたな。よし、上行こう。怪盗Rが次に現れる場所。ルーブル、オペラ座、そしてベルサイユ。これが今まで現れた場所。次は、わからないわ。そうだろうな。悩んでいてもしょうがない。情報収集よ。え、何？もしかして君、怪盗Rの居場所知ってるの？ピンクの服の子は来なかったかって。住宅街。住宅街行けばいいのか。また偽物いるわ。ちょっと待って、今の太っちょさんは何かあった？全然関係なかった。ああ、行き過ぎた。お前はまたか。勝負か。本物対偽物ってどうしようかな。よし、やろう。今度こそ僕が勝つんだ。これ多分難易度上がってんな。
よし、やるぞ。何はともあれ、踊りで勝負。レッツダンス。いいでしょこれ。ちょっといろいろ惜しかったけど。こんなの楽勝だね。よし、オッケーオッケー。これちょっと苦手だわ。入力ミスっていうか入力したのにダメな時ある。残念だったで、僕に挑戦状叩きつけるなんて10年早いよ。くっそ、負けたなんて認めないからな、覚えていろ。よし、さてと先に進むか。来た。まあいいや、進もう。なんかいろいろリズムゲーム取れてない気がするけどいいや。ミシェル、ピンクの服を着た子を 見かけませんでしたか。ピンクの子ね。ロダン美術館の方に行った。ロダン隣か。この人、パリ郵便へようこそ。ピンクの服を着た子見ませんでしたか。可愛らしい子。アンバリットの裏の方。アンバリこっちか。クロードのやつ許さねえ。どうした？クロード、クロードを知ってる？知ってるも何も、俺はあいつのライバルだ。お前はクロードの知り合いなのか？あ、いや、まあそんなところだよ。サッカーボールの忘れ物だってな。ボール？クロードの。おお、コテンパンにやられちゃったわけか。そうだ、これなら匂いで。どうだ、ダメか。こっちだ。
ルーズベルト通りの方。よし、行こう。誰あなた。前髪、前見えないでしょそれ。コンコルド広場でお散歩しているわ。あー、いたね。何これ、コンコルド広場行った方がいいのか。ちょっと探してみるか。もっと北側。お、こいつはキ・エミル。それだけかい。どうした？あー、おばさんの香水をどうにかしてもらう。おばさん、ネズミ、ネズミか。よし、ネズミ探そう。これはフクロウ。ネズミなんてどこにいるんだ。この赤い線をたどっていけばいいのさ。あ、コンコルド広場。プードルはいないな。こっちだ。ネズミね。あ、いた。よし、ゲット。なんでこう遠回りになってんだ。あれ、今さ自転車なかった？お、自転車の音ゲットしたわ。お店行こう。これだ。なんだろう。お、これ持ってる。これだ。お、さらに次の段階へ行ける。次の音、これも持ってる。お、進化した。お、なんかすごい楽器になったな。次の音、それ持ってたっけ。これだ。あ、持ってる。次の音。ん、なんだ今の音。何の音だったんだ今。これじゃない。なんかシャッター音みたいな感じかな。これか。持ってたわ。これはすごいな、ほとんど持ってんじゃん音。お腹が空いた音。さすがに持ってないか。違うな。お腹が、次お腹が空いた音か。よーし、オッケー。